令和3年度文部科学省といたしまして、このデジタル活用という観点で、90億円の新たな事業の方を要求をさせていただいております。資料をご覧いただきますと、現状課題のところにもありますように、この ICT を活用した教育、これを進めていきましょうということは、2040年のいわゆるグランドデザイン答申の中でも、学習者本位の教育への転換という流れの中で、非常に重要な課題の一つだというふうに指摘をいただいております。で、それに加えまして、まさに昨今のこのコロナによる影響による、急速な社会環境の変化、いわゆるアナログからデジタルを活用する時代への非常に急速な大きな変革、こういった時期を捉まえまして、まさにこの DX、デジタルトランスフォーメーションが進展する社会を牽引する人材を育成するために、デジタルの環境、これを大胆に大学、高専の教育にも取り入れていただくことによって、デジタル、いわゆるオンラインとフィジカル、対面実地を組み合わせた、ポストコロナ時代の高等教育における教育手法の具体化、これを図っていただき、その成果の普及を図ることを目的とした事業として、新規に要求をしているところでございます。でまさにこのコロナの緊急事態の中で、対面を代替する形で、大学、高専、それぞれの先生方におかれましては遠隔授業の活用にお取り組みいただきましたことを改めまして、お礼を申し上げたいと思いますが、このいわゆるその対面を代替するという状態にとどまらずに、これまで制作ツールがなかったデジタルを大胆に活用して学習の質を高める、そういった教育手法の開発ということが急務になっているところでございます。で、こうした政策目的の実現のために90億という非常に、昨今では大きめの予算というものを要求をさせていただいているところでございます。具体的にはこの90億の事業、各大学、高専の皆様方には、大学高専を、どのようにデジタル化していくのか、大学高専全体をどういうふうにデジタル活用していくのかというような取り組み計画というものをお作りをいただきたいというふうに考えています。我々この中では通称 DX 推進プランというふうに仮称で呼ばせていただいておりますが、こういったプランというものを策定をいただきまして、各大学等においてこの DX の取り組みを推進する上で、必要となる人件費ですとか事業推進費。で、また、今回、遠隔授業を実施するにあたって、まだまだ大学構成においては、そういったデジタル環境の構築といったようなものが、推進できていないという課題も大きく見えて取れましたので、こういった取り組みの基盤となる教育環境の整備、いわゆるその、デジタル関係の設備費、こういったものをパッケージで支援させていただく、そのための必要な経費といたしまして、90億円を要求させていただいているところでございます。で本事業は、最大3年間の支援といたしまして、1件あたり単年度で、1.5 億円の、支援で、合計60件ということで、現時点では想定をさせていただいております。で60件のうち5件程度は高等専門学校への支援ということを想定をしております。具体的にはこの事業によって、どういう効果を目指しているのかということは、資料中段より下側の一番右側のところに3色色塗りで分けさせていただいておりますが、例えば学習者本位の教育の実現でありますとか、多様で柔軟な教育の実現。そして、学びの質の向上。でこれらと合わせて、先生方の意識改革も合わせて実現できればというふうに考えておりますが、こういった効果を目指して、例えばどういう取り組みが本事業の支援の対象となり得るかということについて、この真ん中の取り組み例というところで示させていただいております。でこれらの取り組み例につきましては、ここにも記載がございますように、例えば AI やチャットボットを活用したリアルタイムでの質問可能な体制の構築ですとか、LMS に蓄積された学習ログを AI 等を活用して解析することによって、より学生個人の方々に
個別最適化された教育の実現でありますとか、バーチャルリアリティを用いて、なかなかその遠隔授業の時には実現できなかった、理工系の実験実習、保健医療系の、まあ、同じく実習、こういったところにうまくこう VR な、といったような技術を活用できないかといったような取り組みを、想定をしているところでございます。で、一方で今このポストコロナ時代の高等教育のあり方ということにつきましては、中教審ですとか、教育再生実行会議等で議論が行われているところでもありますので、最終的に本、事業によってどういった取り組みを支援の対象とさせていただくかというところにつきましては、そういった関係諸会議の動向を見つつ、最終的には、判断をさせていただきたいというふうに考えております。で、このような取り組み、現時点では想定されるものではございますが、ご支援をさせていただくことで、デジタル技術を活用した各大学等の取り組みを支援し、教育等の質の向上を文部科学省としては図ってまいりたいというふうに考えております。以上がデジタルを活用した大学高専教育高度化プラン、いわゆるプラス DX の内容でございます。で、続きまして、2つ目、以前の本シンポジウムでも若干ご紹介をさせていただきましたが、失礼いたしました。大学教育のデジタライゼーションイニシアチブ、いわゆるスキーム D と呼ばれる取り組みでございます。で、こちらにつきましては、先にこちら3ページ目をご覧をいただきたいと思いますが、まさに、この大学教育の姿をバックキャスト的に、大学教育のデジタライゼーションという観点で、デジタル技術を活用した特色ある優れた教育の取り組みのアイディアを先生方と民間の方々、こういった方々が共同で進めていく。そして、この授業の現場の中で実践、試行錯誤して、実装普及を図っていくという取り組みでございます。で、先ほどご説明をいたしました、プラス DX とこのスキーム D、まあ、最終的な目的は同じ。デジタルを活用してどう大学高専の教育の内容を良くしていくか、向上させていくかということに尽きるわけでございますが、先ほどご説明いたしましたプラス DX の方、これは対面とデジタルを組み合わせた教育方法を具体化するために、直ちに着手できるような取り組みといったようなものを支援をさせていただくことが目的となっている一方、このスキーム D というものは、その中でも特に授業というところに着目をさせていただきまして、授業の価値を最大化するためのアイディアを大学、企業が共同になって、提案をし、試行錯誤を繰り返していく。いわゆるその、アイディアはあるんだけれども、本当にそれが実現できるかどうかわからないような、ある種シーズベースのものを実装できるように、チャレンジしていこうと。そういった取り組みだというふうにご認識をいただければというふうに思います。で、このスキーム D につきましては、文部科学省の中にスキーム D のプロジェクトチームを設置をいたしまして、先ほども申し上げました、いろんなそのアイディアをお持ちの方、これは大学の先生方もそうですし、民間企業の方、場合によってはそういったシーズをもとに、社会実装につなげるまでの、後押しをしていただけるような投資家の方々、こういった方々も巻き込んで、いわゆるその、アイディアベースの内容を、ピッチイベントと称して、プレゼンをしていただき、アイディア、ごとに、マッチングを図っていくといったようなことを考えております。で、その成立したマッチングに対しまして、大学の先生方、民間の企業の方々、そして我々文部科学省もそこに伴走させていただきながら、フィジビリティスタディを数ヶ月から数年の単位で行わせていただき、実装普及というものにつなげていくというものでございます。具体的にピッチイベントのイメージといたしましては、今ご覧をいただいているような資料で今考えているところですが、このスキーム D の授業に焦点を当てたというところが一つポイントとなっておりまして、
この H イベントにご参加いただく方へ、まあ、お願いといいましょうか、ぜひこういったことにご留意いただきたいという内容が真ん中ぐらいに記載をさせていただいております。この授業の改善、そして学生の学びを深める情熱をお持ちだということ、そして、ソサエティ 5.0 時代の人材育成に貢献できるような事業改善のご提案であることで、まあ、一番大事なのは、特にこれは企業の皆様方にお願いしたいんですが、まあ、いわゆるその自社の売り込みっていうことではなく、まさに先ほども申し上げた事業の内容をどう深めていけるかということで、いろんなアイデアベースでのお取り組みにご協力をいただけることということを一つの留意点というふうにさせていただいております。で、年間、四半期に1回程度ですから年間4回程度このようなピッチイベントを開催をいたしまして、マッチングをしていきたいというふうに考えております。で、今年度、これは実際来年度から本格的な実施を図っていこうというふうに考えておりますが、今年度、令和2年度中にも、いわゆるそのプレイベント、試行的なイベントを実施する予定にしておりまして、本年度のこの試行イベントの実施時期、それから方法等につきましては、近日中にまた改めてお知らせをさせていただきたいというふうに考えております。で、この来年度、今申し上げました、ピッチイベントの開催、年4回の開催にあたって、必要となるイベント開催経費を、今回、令和3年度の概算要求といたしまして、5000万円要求をさせていただいているところでございます。よくご質問いただくのは、このプラス DX のようにスキーム D においても、そのアイディアを出して、それがマッチングが成立すれば、お金を支援していただけるのかというご質問いただくんですが、こちらのスキーム D の方は、そういう国として金銭的な支援を行うものではなく、あくまで、先ほど申し上げたようなピッチという場を設定をして、そこでアイデアベースのものを、まあ、マッチングさせていただく、そういった場の設定をさせていただくということが、本事業の一番大きなところになってきますので、繰り返しになってしまいますが、プラス DX のようなその、補助を支援という形ではないという点は、ご留意をいただければというふうに思います。はい。以上で私からの説明になります。